ヒサシグです。マサイ。ザコ。ダマ。こちらの動画はですね、とある動画の、まあ、後半みたいな形です。今回の、この動画、企画はですね、1週間でどれだけのクリエイターとコラボしてきたのかという動画の結果発表でございます。結果発表浜田さんっぽいのいたな。登り方だけがキモかった。そうだ、ね、結果発表なのに結果発表今回は、マサイ、ザカオ、ダーマ。この3人がですね、あんまりこうクリエイターとコラボを単独でしてるっていうの見たことがないよねっていう会話から始まり、じゃあちょっと YouTuber なんだからこそ YouTuber と一緒にこう動画を連絡取って撮ってこようと、まあ、普段俺とナホがそこでねこう連絡を取り合ったりとか、あの企画詰めたりとか、あのいついつどこを借りてとかっていうのをやってたんだけど、まあこれみんなできたらいいよね。今回1週間マサイ、ザカオ、ダーマはいろんなところに多分足を運んだと思うんですよ。そうだね。そのねちょっと結果の方を聞きたいなと。はい、まずどうでしたかコラボ、自分らで連絡取ってみたりとかやってみて。なんだかんだ楽しかったよ。楽しかった。まあ、うん、それ緊張はするけど、うん、まあ俺結構喋るのは好きだから、うん、お友達っていうかね、うん、はマジで少なかったから、うん、なんかそれも増えてよかったみたいな。コラボしてよかったなって思うところいっぱいあるし、うん、まあその話しかける分にはよかったんだけど、うん、その後が結構俺心配になっちゃったりとかしちゃって、うん、例えばその自分の思い通りに企画ができるのかとか、ね、失礼のないようにしないといけないのかなって思ったし、なんかすげえ堅苦しくなりすぎちゃって、うん、確かにね、そういうのをね考えすぎちゃうとね、うん、あの進まないし、で、あの失礼をした後謝ればいいからね、基本、うん、ね、失礼をこううまくすんのもね会話術ではあるんで、そうね、そう、そこもねなかなか難しいラインだし、キャラクターに合わせなきゃいけないっていうのはあるんだけどね。今までフィッシャーズばかり関わってきた分もあるから、うん、外の様子が全然分かんなくて、うん、リトルマーメイドの状況だったわけね。リトルマーメイドね、アリエル状態だったんで、あ、海の外こんな広いんだみたいな、これこれね、うん、だからこそこういろんなクリエイターさんと関われてマジでよかったなと思ってる。まあ、俺もやっぱ人見知りだったから関わるの怖かったんだけど、うん、まあ、関わってみるとやっぱみんなあれなんだよね、皆さんいい人ばっかで、そうだね、そこは本当に救われたというか、話してても普通に楽しいし、うん、全然普通になんかクリエイターとか関係なく話して楽しかったっていうのあったね。ああ、そうだね、そう、誰がどこで突っ込もうか色を出してこうかって多分すごい悩んだと思うんだけど、ぐっちゃぐちゃってぐっちゃじゃった、ぐっちゃぐちゃやばいっちゃ最初がやばかったな。ああ、そうなんだ。ちょっとその話はちょっと後で聞こうかな。いや、でもそこ悩んだけど、でもまあクリエイターさんとかってそういう時にさ、こう手助けとかしてくれるわけじゃん。マジでいろいろフォローされたよ。ああ、そうなのね。その3人で行った時のコラボの方で、うん、そのいつものそのグループ YouTuber じゃん俺ら。そうだね、グループ YouTuber でシルクとダホが行くことにコラボ行ってて、それについていく形を取ってしまったのかな、はい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 。グループでやっぱチームでやってるからこそ、うん、そいつの企画だけど、うん、今日何やんのってやっぱ俺らもみんな慣れてないから言ってるわけで、うんうん、それ分かった上でやったのに、それを聞かずにやってしまったのがやっぱり良くなかったかなと。自分的にちょっと責任が薄かったとかね、落ち度だったなと思ったんですよ、ね。そうだね。フィッシャーズの、ね、特色としてあのネタを言わないってことが結構あるんですよ。で、会議とかも結構少なめだし、ネタ会議って。で、それってあのね、ここで自意識過剰とかじゃなくて、多分これまあいろんな方に言われたのもそうだし、多分そうなんだろうなっていうのが思ったのが、俺とね、ダホがこれに関して慣れてるし、多分即興力が高いっていうのがある。本当になんかね、うん、同じようにした結果失敗したから、うん、多分この違いがあるんだなっていうのは、そうだね、明らかになった。だから俺らの場合は前々から準備していった方がいい、うん、そうだね、そうだと思う、うん、アドリブ力高いよな。まあここの共有がなかったからこそ、こううまい具合の立ち回りができなかったってことを言いたいんだよね、うん、なんかセーブしすぎてるところを殻破ればいいんじゃないみたいな。だからこう全員がこう空回りしてたね、うん、シルクロードのやり方よ、やっぱフィッシャーズのシルクロード MC としてやってきたのって、ね、即興で全部をこなす。そう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 。でもまあやっぱあらかたその終点は自分の中で決まってて、 それに道をこう辿っていくやり方じゃん、うん、を真似したら無理だった。得意不得意ですから。そうだね、そう、うん、まあ得意不得意もあるし、多分まだ経験が浅いんだろうって思ったよ、うんうんうん、いやでもまあいろいろと苦悩したわけね。でもバディさんになんか俺悪いとこなかったですかねって言ったら、いやまあまあダンボさんはまあもうなんだかんだ別に良かったんじゃないですかねって言われたから、うん、いやいやもっとガッツリ言ってくださいよって言ったら、いやじゃあ全部ダンボさんが悪かったですなんか俺なりに解決策がこれじゃないっていうのもちゃんと見出してから、そのなんだろう、ちゃんと見ていくじゃないけど、それが終わったからもそのままやっぱ気持ちよかったよね。本当になんかモヤモヤして、そのなんて一体どうすればいいんだろうっていうので終わったらなんか良くないよねって言って、ちゃんとみんなでじゃあどうすればいいのかっていうのをちゃんと話し合って終わったから、まあいろいろと収穫のあった、
まあ、旅になったと思うんですけど、マジまだ喋れるよ。まあですよね、うん、ちょっと一旦さすがに誰とコラボしたんですかっていうのは気になってると思うんで、一旦こう誰とコラボしたのかっていうのを聞こうかな。ちなみにじゃあ俺から先言うか。俺実はあの個人チャンネルの方と含めてですね、結構いろんなコラボをしてたので、うん、ちょっと見ますか。ロードシルクとんでもないコラボしてたの。ロードシルク、みんなさすがにね、みんながやってるから俺もちょっといろいろやるかと思って。めちゃめちゃ良かった、まあ、北内のフェルト、うんうん、その後あのはじめくん CR のコラボに行きましたね。あのそうです、プロトバラムさんとカイトさん、伊豆のヌシ釣りさん、うん、ヌシ釣りはね俺めちゃめちゃ好きで、うん、あのキャンプ動画もう毎晩見てて、まあ、ヌシ釣りさんとみっちゃんっていうこっちのもう一つのチャンネルなんだけど、その方と一緒にこうキャンプに行くっていう動画を撮りましたね。ほんと次の日にねミノと撮影します。ヒカルさんとコラボして、うん、あの家でね、スマブラしてあっちでもあのメインチャンネルの動画を撮る、あのコムドット、うん、はい来ましたね家に。スカイピースとかも家来て、うん、あーそうだアニマルズさんの家も行ったわ。あ俺そんなもんだね。いやでもだいぶよ、だいぶ、まあ、確かに結構いろんな人とは絡んだと思う、うん、だって1週間だったけどそのうち2日間はもうほぼ東京にいなかったから、はい、一緒にやってくれるってやっぱいい、そう単純に。俺は今ね軽く紹介したんで、まあロードシルクの方のね、うん、動画あのコラボの動画のねこう断片的にちょっとこの動画にあの挿入してきますね。撮ったコラボ動画は、これです。いや待って待って待って俺の知ってるドッキーコークじゃないよはいどうも北のうちたちのフェルトです。よろしくお願いします。いやありがとうございます。いやー違う、男の子くんのくんのかわいいねー。わーすごい。6年以上 YouTube をやってる人はこの企画の時の本音がすごいんだよマジで。これの強さって誰とも大乱闘できひんな。圧倒的すぎて、うん、これもう別のゲームみたいなとこ。いや本当ですね、うん、最近僕がコントローラー持つとフィッシャーズメンバーはコントローラー全員置くんですよ勘弁してくれと勘弁いや説明が欲しいですよ僕は。どうやってるんだっていう。飲みに来たみたいだなうわバカ今感動したっていう以上のメンバーと、あーすげえわ。まあゲームから、うん、トークから、うん、お酒から、ね、はい本当にね動物からいろんなことをしてきました。幅広いね。すごい広いよ。まあコラボしたクリエイターさんの名前を言ってってもらえるかな。そしたら映像挟みますんで、あ、あの急振りも入れてもらえれば、うん、こうこうあのこういう人とコラボしました、まあこうこうこうでこうだからこうです、じゃあお願いします、はい、やってもらえればあのちゃんと動画ぶち込むんで。フォーエイトとコラボしてきました。あまず一組目フォーエイトね。はい、フォーエイトとのコラボ映像はこちら。もうそれでいいの？なんかダーマの特殊な V 振りみたいなの作った方がいいんじゃない？今長いだろね。いやいやいや、これはキャラクターを生かしてこうや。ダーマやっぱさ力強さあるじゃん。いつものあのオラーみたいな感じでいこう。オラってやつ。そうだよ。フォーエイトのコラボ映像はオラということで、珍しくこの3人でどこかに来ているんですけど、じゃあ遠くで、そうなんですよ。コラボでございます。はい、この方たちです。じゃあせーの、 We are Team Fortnite の太郎、頑張りだ、オーバー。今日コラボするのはフィッシャーさん。よろしくお願いします。この3人が外に出てるのって珍しいって思わない？シルクさんとかいないんだみたいな、まあ、そうそうそう、バンドがないものが思います。いろんなところとコラボしてこいって、まあ、シルクに言われて今回フォーエイトとコラボしております。ありがとうございます。いやマジで急遽のコラボだったんだけど、あの今さっきまで僕らあの大阪にいませんでした。今日行っていいとはちょっと聞いてたんだけど、わかりましたって。どれぐらいに来ますか？今から名古屋行ってから行くからって。名古屋中継してくるんだみたいな。うん、ってことでよろしくお願いします。で、ダーマ何したいんだっけ？確かに、いやもう俺と言ったらスマブラよ。スマブラしたいのもそうなんですけど、女性を置いてかぼりするゲームなんですよ何したいですか？でもスマブラって言ったじゃねえスマブラ、スマブラだけでいいの？ショートとかちょっとね、取りたいかもしれない。まあフォーエイトといえばダンスってイメージが俺的には強いんだよね。ダンスキーマスター、はい、世界で一番上今回ね、アミカちゃんからちょっと教わりたいダンスがあります。落とせサンダーみんなで覚えるっていう動画を撮りつつショート撮ります。なるほど。TikTok はね、僕たちやっぱ
まあ、そこから始まったんで。そうですね、もう分かってます。で、まずはちょっとね、雑談したいです。ということで、雑談タイム。僕ら3人はですね、本当にこれが初めてなんですよ。シルクとアホがやっぱ先導してくれてたから。そうそう、果たしてどういう話をするのかっていうのをまず聞きたい。まあ、まず今この状況で何を話すかっていうのが一番に出てくるのは、こちら側もリーダーがいないんですよ。なるほどね。確かに、お互いリーダーいない状態の話し合いですよね、これ。ちょっとみんなに渡したいなと思って。釣りボムやばー。ということで、お風呂釣りボム差し上げます。やばありがとうございます。持ってきて、赤間。おい、ホーエットのメジャーデビュー曲ロミエットの CD でございます。やばいよ、ありがとう。嬉しいっす。ロミエット、いただきました。メンバー分だよ。まず、稲妻雷マークなんですけど、はい、雷マーク、はい、右下からです。こうか。はい、右下です。え、逆、あー、これ雷。稲妻に打たれました、死にました、そして蘇りました。いたずらにそのガレンサに一撃必殺で燃やされてる。惜しい、惜しい。抜けてたよね、いろいろ。これむずいね、意外とね。すごいな、意外とね。せーの。稲妻に撃たれました、死にました、そして蘇りました。いたずらにこのガレンサに一撃必殺で燃やされてる。おー、結構良かったんじゃないか。ミスなし100点です。それじゃあ、いきます。はい、せーの。稲妻に撃たれました、死にました、そして蘇りました。たずらに届かれさに一撃必殺で燃やされてる。せーの。稲妻に撃たれました、死にました、そして蘇りました。たずらにそのカレンさに一撃必殺で燃やされてる。2で1回フルで撮って、フルで撮ってやって、編集でカットで、パッパッパみたいな。ということで、みんな、ショートありがとうね。ありがとうございます。ありがとうございました。ミニフィッシャーズダンジョンやろうかなーって思いまーす。そん時はガードできないから。僕ら注意。いやあ、いや、うわー、ありがとうございます。うわー、ありがとうございます。97番だった。ありがとう、ありがとうございます。はい、ということでね、これがフォーエイトとのコラボだ。はい、オラー。はいはいはい、いいですね。じゃあちょっと次のクリエイターいきましょうか。じゃあ3人で行ったコラボ、もう一つの方はエスポアートライブです。あー、エスポ行ってたのか。エスポ行ったんだ。あー、実はあのエスポってね、スマブラしてるだけの人たちですからね。そんなわけない。そんなことない。そんなことない。前回の3人のコラボより成長した俺らの動画を見てくれ。チェキラー。どうも、フィッシャーズのダマです。ザガオマサイ。そしてエスポラドのケイスケと。チェキラーだー。ダマちゃん、あー、本当にダマさんから DM 来た時は、いや、ちょっとね、怖かったのよね、俺もね。いやいやいや、怖かった。いやいや、やっぱ知らない人ってわけじゃないけどさ、やっぱ俺が人見知りなわけだから、そう、送ってなんて思われるかな、なんか急に俺に送られてどう思うかなみたいな。え、その時僕ら全員車の中でいたんですけど、みんなテンション上がってました。ザーマさんから DM 来たっつって、そうなんだ。なぜまあここに来たかっていうと、はい、なんでしょうか。最近あのフィッシャーズ、あのスマブラ結構身内でしか回してなくて、うんうん、で確かに身内の中でもあのシルクが、うん、あのプロにコーチを教わってるのもあって、やっぱりズバ抜けて強いのもあって、ね、それは、うん、確かにシルクさん、ブー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 。スマブラ の、 そのマルチクリエイターの中でもエスポってスマブラ結構やってて強い方じゃん。はい、ね、うん、意外とフィッシャーズの次に強いですからね。え、でも実際そのエスポのその実力っていうのは、うん、結構フィッシャーズ内でも噂になってて、めっちゃ強いって、かなり強いよねみたいな。そう、ダホとか、ね、はい、ザカオもね、
ね、あの人たちはちょっとやりたくないかもしれない。だからこそ、うん、フィッシャーズとエスポでスマブラ対決したいと思います。フィッシャーズダンジョンやる前に確かにやるってそれで、ね、プチフィッシャーズダンジョンみたいな。そうだね、はいはいはい、でも僕今日ちょっとスマブラの企画聞いてたんですけど、うん、で仮にこれ僕たちが勝った場合、うん、マサイさんとザカオさんのね、うん、あの連絡先を知ってるんですけど、はい、ダーマさんの LINE もらっていいですか。いや全然いいけど、むしろそれが報酬でいい。いいよ、いやいやいや、めっちゃレアですよ。ザカオ、ボッコボコにしてよ。コラボ関係ねえからな、これ。いや、じゃあ、ザカオさん、付き合うから。ここあらちゃん。あっ、これやっぱマサイさんはシルクさんに鍛えられてますからね。ちょっと、ヒロト。ちょっとやばい。ヒロト。あ、ちょっと待って、ヒロト。うわマジ詐欺師みたいな戦い方するんで、まあ、詐欺師そうですね。なんか顔がもううさんくせえ。怖っ。僕は全然あーやっべえ。せーの、あゆー。はい、ということでね、はい、まあ、二組目がエスポと。そうですね、ちょっとスマブラ破れてしまったんですけど、ね、怖い、それで言うと光栄と破れたんだよね。本当にね、いや、俺らマジ弱えなと思ったよね。勝てや。いや、マジだって。いや、ほんとに。待てよ、ほんとに申し訳ない。そうなのよ。お前さ、お前、あの、動画の反省よりへこんでるやん。どこでへこんでんの。一番反省してんの何？スマブラ。お前、バカだな。本当にバカだな。だから本筋からずれてくんだよ。なんで負けちゃうんだよ。お前が強いから周りも頑張ってんだよ。それはある。間違いない。クリエイターがみたいに強くなってってんのはあるな。なんかお前が強くなりすぎて周りがそれに追いつこうとして相乗的にみんな強くなるとか頑張ってんの。LINE 交換したあの他のクリエイター、エスポ初めてなの。へぇー、そうなんだ。うん。他は DM でやり取りしたんだ。そうそうそう。じゃあ次、3組目。はい。誰ですか。水たまりボンドです、ね。はぁー、うん、あ、もうショート動画上がってたもんね。うん。まあ水たまりは付き合い長いですからね。うん、確かに。まあまあ、全然ね、何度でもなると思うんですけど。はい、水たまりボンドコラボです。どうぞ。おぉ。結構ド直球なやつですね。はい、水たまりボンドのコラボです。いやあ、今の間は好き。間がめっちゃ好きだった。それだけなんだって、なんか。水たまりボンドのお家に来ました。フィッシャーズと水たまりボンドって結構長い付き合いだと思うんだけど、 そうだよ、ね、その長い付き合いの中に俺はいなかった。このちょっとカメラアングルなんだこいつ不慣れだなって思ってもまあちょっと本当ごめんなさい。、うん、いや新世代 YouTuber ですもんね。そう、新世代 YouTuber 今初めて言われたけどね。12年のベテランの新世代 YouTuber。 意外と腕痛くなるんだよねこれやってるのも。そう、今ね二の腕がそろそろ限界を迎えてきたんだこれ。俺ちょっとこの家に来るの初めてなんだよ。来るのはなかなかないもんね。そうだね。てか単純にね、あのダーマがあのフィッシャーズに仕事辞めてここ入るってなったの、普通嬉しかった。本当に？そうなんだ。多分ファンの人ぐらいさ、やっぱずっと見ててさ、まあシルクとかみんなと飯食ってる時もさ、まあ、ダーマ働いてるよねみたいな話とかもあったりして、まあ、ステージいない日もあったりしたから、はいはい、そうね、なんかね良かったなっていう感じするから。うん、ああ、ありがとう、なんか。で、なんかクリエイターの人にそう言ってもらうのは普通に嬉しいかも。できましょうかスマブラ。そう、スマブラ実況してる人やべえよなと思うんだよね。よく喋りながらできるよ。すごいよね。おーおーいい。オッケーオッケー。いいスマッシュ。まあ、よし。ああいい横スマが決める。トミーが来た。よ。イエーイ。右左どっち？こっち。ああ、かかってこいや。やんば。ってことでじゃあ、うん、俺とトミーの番だね。はいはい。スイッチ。オン。おーおー。ということで、すべて取り終わりました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。アデュー。
はい、ということでね、水溜りのコラボでございます。はい、はい、ここからはソロになってくる。おはい、僕がコラボしたのはキョンくんです。はい、はい、まあ、ここダンサーなんですね。キョンくんもダンサーで、そうですね。で、キョンくんただダンスやってるというよりは本当にダンサーとしてめちゃくちゃ結果残してる。日本代表する大会でもう受賞してるチームにいる方なんで、うんうんうん、本当はなんか30分ぐらい話して、うん、なんかあと普通になんかご飯でも行きましょうやみたいな、最初は喋ってたんだけど、1時間半ぐらい喋ってた。ああ、結構喋った。やっぱお互い本当に盛り上がっちゃって、いい映像になったんで、ぜひね、ちょっと今から見てください。お願いします。チェケラー。おお、コロリ君だな。どうもフィッシャーズ坂本です。そして、どうもくんちゃんです。うわー、すごい。よろしくお願いします。いや、いらっしゃいませ。すごい。YouTuber 界の唯一、がっつりダンサーみたいな。あー、まあ、そうですか。そうですね、しっかりダンスはやってる方だとは思います。だからそういう人がいるのが嬉しくて、全く同じこと思ってます。ですよね。だからあの結構ダンスのツイートとかいいねし合いがちですもんね。あ、キョン君と結構話す動画欲しいとか、結構書いてくれる、フィッシャーズのチャンネルとか。そうなんですか。この絵がもう珍しいじゃないですか、そもそも。謎。で、僕ん家に他のクリエイターが来たこと一度もないんですよ。え、初？初です。イエーイ、初めてもらいました。スマブラ強い。スマブラ、あの、まあ、あのシルクにめっちゃ鍛えられて、1週間鍛えて VIP 入ってる。どうか見ましたよ。勝ったっていう。勝ちましたよね、最後。いや、勝ったんですけど、まあ、今思うと結構ひどいプレーだったなと思って。いや、でも、まあ、カナがミスしてくれただけとかも多分あるかなとは思ってます。あの立て直しすごいっすね。いや、なんか正直誰もが、あ、負けたなっていう。負けたなって思う。流れの巻き返しですからね。いや、あれは強かった。負けたなと思ったんですけど、途中でシルクに言われたことを思い出して、もうそれしかやんねえみたいな。どうせ負けるならそれの方がいいわと思って。はいはいはい、やったら、全然余裕で途中から巻き返しました。いや、あれすごいっすね。一応、僕も VIP は入ってます。え、いやもうだから、強い人しかいない。フィッシャーズ一応、全員入ってます。だからもう強い人しかいないじゃないですか。でも、後で戦ってください。あ、いいっすよ、全然やりましょう。訓練してるんですよ、今頑張って。すいません、今日来てくれてありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。え、でも高尾くん今ダンスしながらこれやってるんですよね。そうっすね。でも僕も今レッスンとか持ってないんで、1年半前ぐらいまでは持ってたんですけど。え、もうじゃあかっつりダンスやってないですか。でもなんとか週1頑張ってます。週1一応ダンスやってんすね。踊れてます。みんなで一緒に踊ったりとか振り付けを覚えられなくて、なんかその TikTok とか覚えられないですよ。ああいうなんか恋ダンスとかあったじゃないですか。いや本当にその僕もそのなんだかんだこの YouTube っていう世界に飛び込んできてまだ3年目なんですよ。だから3年ですか。僕3年です、まだ。だからそう考えてみたら僕結構全然新人なんですよ。確かに。普通にキョン君の方が全然大先輩なんですよ。この YouTube の仕事をしながらダンスの練習どうしてんのかなみたいな。え、きついっすよね。やっぱきついっすよね。だって僕たちもなんか踊ってみたとかあげたりとか振り付け作ったりとかするじゃないですか。はいはい。そんな中でやっぱりきついなって思います。やっぱ踊りやりながら動画やる増えてますね。てかダンサーが普通に YouTube やり始めてますよ。めっちゃ増えましたね。めっちゃ増えましたよね。で、結構びっくりします。なんか前まではなんか YouTube やらないよみたいなプライドある人って言ったんですよ。いませんでした。 B-boy めっちゃいます。ですよね。 B-boy もタッチダンサーもいろんな人も、いや YouTube に動画違うなってになっちゃうんですよ。いますいます。でもそう言ってられないぐらいになってるじゃないですか。芸能人とかも他の人たちもみんなそうだったじゃないですか。業界の人たち、歌とか音楽やってる人って、いや YouTube でやるのは違うでしょ。いや、みんなやったでしょ。なんか、ダサいしみたいな、恥ずかしいみたいな、でも、それがもう一気に芸能界とかアーティストたちがみんな入って YouTube が恥ずかしくないフィールドになっちゃったじゃないですか。うん。で、やっぱり、なんていうんですかね、みんなやっぱ来るんだって。あ、でもそうですね。でも本当にそれはめっちゃ思いますね。僕結構それこそそのフィッシャーズが結成、まあ、今12年とかそれくらいなんですけど、で僕ダンス始めたのが高校1年生で、もう結構その結成当時に近いんですよ。でその時に僕 YouTube にダンスの動画を上げてるんですよ。ん？実は。その当時の YouTuber とかの方がない時代だったんですけど、僕ウィンドミルが一番得意で、ウィンドミルのバリエーション集みたいなやつを出して編集して出したのがあって、で当時そのダンスで何かを編集してあげてる人がゼロだったんですよ、ほぼ。ブレイクダンスにおいては。だからそれだけめちゃくちゃ再生回数って、今考えるとやっぱ業界系のことをいち早く取り入れるといきますよね。そういう方向性。確かにフィッシャーズさんって高尾くんがめっちゃ出るようになったの最近ですよね。めっちゃ最近です。僕あれなんですよ、大学卒業してそっから僕サラリーマンやってるんですよ。え、そうそうそう。サラリーマンやって、なんかすごいブラックなところに行っちゃって。あら、最後だったんですね。
半年行かないうちにやめよう、うん、やめて、でそこから僕古着屋さんで2年間働いてるんですよ、はいはいはい、でその古着屋さんが潰れちゃったんですよ。え、潰れなかったらじゃあまだ続けてたんですか？多分続けてました。潰れた時が25で、僕今28なんですけど、はい、メンバーにそろそろちょっとこっちやってみたいなっていうことをなんか飲み屋みんなでその時に話して、それまでこっちにガッツリ入る気なかったのは何でなんですか？ちょっとプライドが、まあ、今だから言えるってのはあるかもしれないですけど、あらダンスめっちゃ頑張ってたんですよ、はいはいはい、だから大会とかもちょこちょこ優勝もできたりとかしてたんで、うん、ピッチャーズはどんどん大きくなってる。で、僕がなんかバトルとか出たりとか、なんかジャッジの仕事とか、まあ、大会の審査員の仕事とかもらったりした時にあいつはフィッシャーズっていうのが有名だから、ダンスの仕事もらってるんだとか、なんかそういうのを、そういうのが実力じゃないだろあいつって言われるようになってた。そうですね。うわ、ひどい、きついねそれ。で、僕はなんか YouTube は正直その時全く頑張ってなかったんで、あいつらは幼馴染だったんで、ずっと一緒にいる友達だよっていう感覚だったんで、で、僕はずっとダンス頑張ってきたのになんでこんなこと言われるんだよみたいななっちゃって。めちゃくちゃわかります。一番僕的に俺の撮りたい映像が撮れてる。よかった。はい、ということでね、きょんちゃんね、いいね、そのダンサーと。で、YouTube もね、だって今、きょんちゃん5、6年ぐらいやってるじゃん。うん、ずっとやってる。結構長いから、ね、長い人で。グループのね、要は中核になってる。そうだよ。そうだね。ね、だから多分、今のザカオの悩みとかも分かってくるんじゃない？ザカオが一人でこう、点々と言ってるっていうのを多分見て、あ、今そういうことを考えてんだな、フィッシャーズっていうのを多分考えてくれたかもね。まあそうだね。うん。いやー、面白いね。うん、次は？俺は、本当に申し訳ない、今回ソロ行ってないのよ。行けよメガネさん。いや、あのね、いや、メガネさん、メガネさん行けよ。向こうの予定が合わなくて、そのソロで行こうとしたやつだけ飛んだしちゃって。え、ちなみに誰に話したの？そう、誰行こうとしたの？はじめ社長行こうとしたの。はぁ、はじめさんなんだ。今文句言ってた方がいいぞ、はじめには。スマブラ強いのはシルクだけじゃねえぞ。いや、まあ負けてんだけど。負けてますけどね。負けてますけどね。クソが。はい。じゃあ他は？竹脇まりなさんです。おー、はい、で、実は俺、竹脇まりなさんは、クリエイターの中で唯一、うん、俺、プライベートのご飯食べに行ったことある。ああ、そうだ。竹脇まりなさんのお家まで行って。はい、そうなんだ。行ったんだ。意外なコラボの動画を見てください。あどうも、フィッシャーのザカオです。そして、皆さんこんにちは、タクトレ YouTuber の竹脇まりなです。イエーイ、ありがとうございます。そしてルルです。ルル、よかったね。フィッシャーズのチャンネルだって、よかったね。そう、ここね、あの竹脇まりなさんの自宅に来ております。イエーイ、いらっしゃいませ。いや、見てる人は見てますよ、この風景。本当はちょっと今日なんか、まあ、雑談するときに椅子とかあるじゃないですか、普通に。おーおーおー。でそっちで話そうと思ったんですけど、はい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 、やっぱマリナさんのチャンネルだったら、うん、このマットの上で普段タクトレやってるじゃないですか。そうなのよ。じゃあちょっとこっちだったら今日竹脇マリナさんの家行ったんやなっていう絵になると思うんで。ねえ、いや、そう思ってくれたら嬉しいな。そうなんですよ。ちょっと今日はちょっとあえて座りでいいですか。行きましょう。もちろんでございます。ありがとうございます。もともと旦那のその仕事の関係でアメリカにうちら2人で行くことになって、で、私当時まだ YouTube 始めてなかったんですけど、アメリカのヘルシーなフードを買ってみたとか。あ、なるほどなるほど。どっちかっていうと今みたいなタクトレチャンネルじゃなくて、まあ、Vlog 系のチャンネル、はいはいはい、レビューとかしてたんですね。じゃあそう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 、なんか運動動画ではなかった。あ、そうなんですね。そうそう、でも当時まだ始めて9ヶ月くらいは私登録者300人とかだったんですよ。すごい少ないって感じじゃなかったと自分では思ってたんだけど、とはいえアメリカで私職がなくてそれしかやってなくて、で変な話300人だとまだ収益化とかもできないし、お仕事とかにもならないし、ただ編集とかで時間はめっちゃ食うみたいな感じだったから、なんかくすぶってる感はすごいありましたね。そうですよね。そう、うちらのチャンネルもなんかやっぱりそのアメリカでのフィットネスの経験っていうのが本当に本当にいろんな面で生かされてて、そういういろんなクラスとかをアメリカで受けてるうちに、あ、やっぱ音楽乗れるのって大事だなとか、そうですね、やっぱ一定のいつも同じ音楽で同じ動きをするんじゃなくて、いろんな音楽でいろんな動きをやるのってやっぱ楽しいし、あとアメリカのねフィットネスの先生たちってマジ明るいんですよ。 Open yourself みたいな、もう自分出してこーみたいな、周りの目を気にしないで、うん、
自分のためにこう運動をするんだぞっていうことをすごい感じたんですよね、アメリカは。そうなんですね。確かマリナさんのチャンネルもあれですよ、タクトレって結構もう誰も見てないみたいな、恥ずかしがらないでみたいな感じ結構バンバン出てますもんね、テロップとかも。それは完全にアメリカで感じたから。なるほどなるほど。ジムとかね、スタジオ行ってもやっぱ日本人の人ってなんかちょっと恥ずかしかったりとか抑えたりとか、ね、わ私全然リズム取れないからもうこのクラス行きたくないとか思ったりとかあると思うんですけど、アメリカでは全然私それ感じたことなくて、アメリカで行ったそのフィットネスのレッスンっていうのはオールジャンル、どんな年代の人もどんなこう体力の差がある人でも結構みんな同じようなのを自分のペースでやってて、そうで、めちゃくちゃこう自分の世界に入って自分が楽しいように体を動かすみたいな。自由の国って言われてるだけ。いや本当に本当にあるんですね。そう、 YouTube でフィッシャーズの動画見て、アスレチックとか見て、本当になんかめちゃくちゃ笑っていや苦手そう、めちゃくちゃ笑って、そ当時友達いなかったのもあるから、家の中で一人だった時とかにすっごい楽しくなって、なんかやっぱ楽しい人たちを見るのって楽しい。私はそのフィッシャーズの動画でアメリカに行った時に自分は勇気づけられて、でコロナに入った時にコロナで家出れない中マリアさんの動画ですごい勇気づけられましたとか、こう体が変わったりとか、あとなんかこう気持ちが晴れましたみたいなもう言ってもらえたりとかすることがすごい多くて、なんかそこにもすごい感慨深くて、私もその経験がフィッシャーズであるから、なんか逆の立場になれたってことが誰かのすごい嬉しくて、これが YouTube の力だなみたいな。まあ、いいところっすよね。そう、いいところ、本当に直接会えてないけど本当に人生を救ってもらう経験になるっていう、それはめっちゃ思った。ありがとうございます。いい、ありがとうございます。フィッシャーズ宅にお邪魔したいですわいやぜひぜひ来てくださいよ。じゃあね、竹脇まりなさんのチャンネルでも今言ったね料理の動画があるのでそうですね、概要欄に貼ってあるんでちゃんと見てくださいね見てくださーい。アデュー。はい、竹脇さんね、うん、竹脇さんの方の動画にも出させてもらってて、そうなんだ、めっちゃ見たい。そうそうそう、なんかあの人見るとハッピーになるよね。ハッピーになる、ずっと笑顔、ね、お疲れ様でーすほんとずっとそれ言ってたよね。なんか光のオーラが見える。そう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 、一瞬の闇もないんだよね。ないね、ほんとにもうなんかその辺で棚入ってほしいもんやばい、ペッ疲れてそうだなとかもわかんないし、まあまあそうだね、竹脇さんって。だから全然顔にハッピー以外が出てこないっていう。いや、シルクロードどういうオーラが見えるじゃん、ま的に。タン入ってる。俺はタン入ってる。やめろよ俺タン履かねえぞシルクお疲れ勝手にやって俺シルクなのに、お前シルクお疲れって誰に言ってんのなぜ俺もう一人いるんで。じゃあ次の方は、はい、俺のコラボしたクリエイターはですね、はい、同時に2クリエイターをコラボしました。コムドットとスカイピースです。はいはいはい。まあシルクロードの日にたまたま2クリエイター集まってて、はい、うん、もう本当にみんなでね。そうだね、みんなで、まあ、スマブラとか一人してたんだよ。そうそうそう、ちょっとこの後ショート撮るから、うん、ちょっと協力してくれないかねみたいな、はいはい、でいいよって返事来たから、うん、指名しねと、はいはい、思いまして、はい、その時にやったの、はい、ドッキリなんですよ。スカイピースとコムドットのオフショット的なやつ VTR どうぞ。どうも、ミシャツのマサイです。ヤマサユータチンタプラザアルヒケガスカイダトでーす。これ、マサイだ。おい、めっちゃいい。初めてやりました。はい、なかなかないよね。確かに、なんかショートだけで終わらせるっていうのもありかなと思ってね。はい、裏側みたいなのを回してますと。何のいの？いや、なんか裏側っていうのが一緒に思ってしまったんで、うん、あなんか息合うねみたいな目線を送ってきたから、うん、キモいんだよ、お前カス。バカか、お前言い過ぎるの。なんかマサイさんってさ、いや、でも普通にもう動画で人体実験をした。いや、分かれるわ。マサイさんが人体実験やったっつと言われる誰か誰だよ、それ言ってやつ。マサイさん、人体実験をやってる人の顔ってことですか？違う、マサイと失礼。マサイの場所マサイさんがと、マサイさん、人体実験してそう。いや、変わってない。そうですか。一度も言われたことに人体実験してそう。先輩だぞ。じゃあ、ちょっと早速やるか。はい。はい。ああ。疲れた。最低で、これ疲れたの。疲れたよ。これは本当にです。
編集するの俺なんで。すいません、マスケさん。仕事ちゃんと言っといた方がいいんじゃない。カメラのところに。カジさんみたいな。カジさんみたいな。今のところはカットで、板付きから始まるんで、ショートから板付きから始まる。こいつずっと朝が。痛いよ。いいハロウィンをお過ごしください。せーの、ハッピーハロウィン。はい、はい、ということで、まあスカイドットね、はいはい、今年結構よくね、あそこの2組は絡むことがあって、うん、ね、そんでいろいろと喋ったりして、いろんな楽しいことやってこうよって、ね、話になってるんですけどね、うん、近いうちね、なんかこううまいこと言ったら、なんか企画できたらいいですね。そうだね。じゃあ次、僕がコラボしてきたのは TikToker の青空文さんという方とコラボしてきました。ドラムを叩いてる人です。ドラムね。そう、ドラムを叩いて、うん、路上ライブとかもやったりもしてるんだけど、うん、普通にドラムの先生もやってる人で、もう一個挑戦をちゃんとしたいねみたいな、うん、で、全くやったことないのを自分でちょっと企画してみて、トークじゃないものをやっぱやっていこうということで、うん、ドラムを教えてもらう動画を撮りに行ってきます。チェックしてみてください。お願いします。本日はですね、ある場所に来てるんですけれど、とある音楽スタジオに来ております。こんにちは、青空文と申します。いやー、ありがとうございます。ドラムを叩いてる方なんで、ドラムを僕に教えてもらいたいんですよね。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、確かあれですよね、ドラムのレッスンとかもやられてますよね。はい、普段レッスンの方もやらせていただいて、はい、どのくらいの方が来るんですか。ほとんどの方がもうドラム触ったことない方。僕本当にないんですよ。はい、大丈夫ですかね。いやー、ダメかもしれないですね。やばいっすね、はい、もうそれだけが心配で、先生悪くないの、先生悪いんじゃないかみたいな縁なんのがもう一番怖くて、一から教えてもらいつつ、はい、いけそうであれば、はい、ちょっと僕らのよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。思いっきり何度か踏んでもらってもいいですか。感じです。怖い人で怖いんだよ。割れたら割れたですね。そんなお金持ってないですよ。右に手を添えたら、この手の下を通してここの太鼓を左手で叩くような、こう振ってもここだけで支えられるぐらいしっかりここは力を入れる、こういう感じ。めっちゃいいっすね。楽しいですか。いや、もうめっちゃ楽しい。よかったです。はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。終わっちゃった。終わっちゃった。終わる。やばい。着てきたんですよ、T シャツ。え、ありがとうございます。嬉しい。ふみちゃんの、ね、出してる T シャツ、ドラム女子。はい、そうなんです。今日教えたいと思ったのが、裏打ちというものなんですけど。裏打ち。はい。で、四つ打ちとも言うんですけど、はい、どういうのかというと、はい、テンポが、1,2,3,4 って繰り返される中で、はい、1,2,3,4 の裏にさっき言った右手で叩くやつが入るやつなんですね。 1,2,3,4 みたいな、はい、まあ足をつけると、っていう風に、なるほど、足は表を取ってるけどこっちは裏で取るよっていうリズム、はい、これをちょっと教えていきたいなと思います、はい、もうめっちゃむずそう、やばい。もう手と足違う動きしてる。そうですね、手と足違う。大丈夫かなこれ。じゃあまず、はい、足からいきたいんですけど、はい、足を1,2,3,4 1,2,3,4 4で1セットだと思ってもらって、はい、一旦じゃあ2セット踏んでもらってもいいですか、はい、じゃあいきます。ワン1,2,3,4 1,2,3,4。はい、 OK です。なるほどなるほど。今度右手つけますね、はい、1,2,3,4。なるほど。はい、5 5 5 5。あ、完璧です。大丈夫ですか。はい、上手です。むずもうちょいテンポを上げます。なくなったぞ、1個1個消えたぞ、今消えました。1個消えた。3、はい、1,2,3,4 1,2,3。やばい、出なかった、出なかったぞ。めっちゃむずいぞ、これ。やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ。3、4、あれ
前大丈夫今日ちょっと紙に書いてみるか。紙、はい、いろんなやり方あるんだな。紙に書いて覚えるそうっすよ。これ100通りもあるそうっすよ。100通りあって全部試してダメだった時俺はもうどうすればいいんだろう。1個足んなかったけど、すごい。大丈夫ですか？大丈夫です。やったー、ちょっと中身のもできました。やったやったやった、よかったよかったよかった。バッチリです。で、びっくりしたー。次は、はい、そのシンバルこれやった時に足を一緒に入れます。さあ、これ気持ちいいんだよ。これだよね。なんかドラムってこの感じだよね。すごい早いですね。なるほど。はい。めっちゃかっこいいですね。一緒にやります。はい。はい。流します。はい。先生にオリジナルで僕らの定番曲と言っても過言ではない夏はサマーをよろしくお願いします。お願いします。お願いします。いただいてるので、そちらもよかったらご覧ください。概要欄に貼っておくのでよかったら見てください。せーの、アデュー。はい、はい、まあ普通に企画としてね、ね、もうやったことないのを一から習おうシリーズね。うん、いやめっちゃ楽しかった実際。すごいね、いろいろとこう学ぶ姿勢もありますね。そうだね、こういうの結構見たい人多かったね。まあそうだね、じゃあ次 RAB さんとのコラボです。お、出たー。いや意外とフィッシャーズとの関わりも、うん、ここで意外とあったりする。そうなんだから、はいはい、うん、まあ、それを最初にちょっと喋りながら、うん、マサイの作ったあの、うん、フル音源で、うん、みんなで踊ってきました。面白い。ありがとうございます。めっちゃ見て。もちろんあの RAB さんのチャンネルでも踊ってみた、うん、撮影してきたんで、お願いします。チェケラーは、チェケラーどうもフィッシャーズの川です。そしてせーの、おじゃまんぱぎーやらきょぼせー。やりやろ。コラボねえ、ですよね、うん、プライベートではね結構仲良くされてる。そうなんですよ、ね、いや結構フィッシャーズのチャンネルでもなんか RAB さんとコラボしてほしいって結構コメントもらうんですよ。ありがとうございます。あいやーいやこんだけ人数いるとすごいっすね。コロナになる前とかの飲み行ったりとかしたもんね。飲み行ったりとかしたもんね。そうそうそう、飲みに行ってるし、ゾワー君も一緒にバトルも出てるし手伝っててもらったり一緒に出てるし、マロンさんと村富さんのレッスンにも顔出してもらって。実は、え、いや、その当時から上手かったです。教えること何もありませんでした。やってみたいことがありまして、お、はい、というお願いですね。僕今日、チェックシャツとデニム持ってきたんですよ。あれだからちょっと、もしも僕がフィッシャーズではなく、あれ見にいたらというあら動画が撮れたらいいなと。転生したらってことね。だいぶ滑りやすいです。いやあリベンジ性がね、あの、はい、皆さん見てください、あのスピンニットです。これは帽子のようですけど、スピンニットで、あのヘッドスピン用のキャップですね。ちゃんとこういうのがあるんです。ダニーボーイ模様だし、
ちょっとここで残念なのが、はい、ちょっと今回僕のメンバーが作った音源なんで、あ、せっかく RAB のところなんですけど、残念とか言うなよ。いっぱいよ。すごい音源作れるの。すごいじゃん。じゃあアニソンじゃないですよ。あ、まあ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 。こちらメガネ B ボーイ。うん。いや、そうですね。そう。あのうちのメンバーのマサイが作った、ブレイクビーツミックステップでみんなで踊っていこうと思います。きっとスイマだね。スイマ。スイマブレイクビーツ。それがブレイクビーツじゃない。目覚ましで OK、 目覚ましで OK、 起きるよ、 OK。 めっちゃ見てくれてるじゃないですか。ありがとうございます。整理しましょうか。48で、S4R トライブで、水溜りボンド、たこ焼きマニアさん、キョン君、うん、で、RAB、うん、で、スカイピースコムドット、うん、青空ふみさん、うん、以上の、9組との、コラボをしましたということですね。そうですね。はい、お疲れ様です。3人の YouTube 修行企画ということでね、あの1週間コラボウィークと。ちょっとこれチーム名作っとくか。グループラインはありますよ。なんかチーム名みたいなのその3人ね、ダーマ坂尾マサイのチーム名。いや、まあ、もともとあったんだけど、あった、ね、それを持ってきただけなんですけど、フリーダムクルー。うわ、出たー。懐かしくない。ダンスチームね。この3人ダンスしてたから、坂尾にね。そう、習って中学から高校とかね、そっからずっとやってたもんね。中学も少しだけやってたもんな。そうだね、一瞬行ったぐらいだけど。フリーダムクルーって名前で活動してたの。うわ、エモ。俺らで YouTube ここから盛り上げていくぞって言って、絶対高校こうすると成功の近道だって言って、俺がホワイトボードを使って会議室であのみんなを説得したって話がね、結構まあ知ってる方は知ってると思うんですけど、うん、その場所で実はもともと彼らが踊ってたんですよ。でそれでその予約の取り方を教えてっつって俺がそこ借りたんだけど、うん、3人でその時ね、そこを借りて、その会議室みたいな、まあ、あのまあ何でもできますよみたいなスペースがあったんでね、うん、そこで3人がもう踊ってて、その時のダンスのチーム名がフリーダムクルー。そうだよ。来年はフリーダムクルーあんじゃんって思って確かにね、あ、それも
いね。ということでね、まあ、YouTube 修行の旅に出たら、なんかエモくなったという本当にね、この機会与えてくれてよかったわって、これは思ってるよ。絶対にやっとかないといけないなと思ったので、あと本当に急なお誘いだけどコラボしてくれた方々、本当にありがとうございます。本当に、はい、あのもうちょっとでね、800万人いきそうと。はい、で、ね、なんとあと1億再生すると、リュードパークになります。よし、はい、結構ね、7割ぐらいの方がチャンネル登録してないっていう状況。そうなんですよ、なんですよ。なのでね、まあ今回こう頑張ったので、ぜひとも皆さんチャンネル登録ね、よろしくお願いします。お願いします。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。お願いします。よく頑張りました。いえいえ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。リーダー、いや、お前らやってこい、俺もやるからって言って一緒にやるのがいいね。あー、それはよかった。こっからじゃあ成長していきましょう。じゃあなんかフリーダムクルーでいつもやってたエンジンではないの。あったっけ。そこら辺もフリーダムだったから俺なんか作れよ動画見てくれてありがとう。セガドリツイッター、よしてもやってもネタで登録者1000万、奥でもチャンネル登録よろしく。せーの、あれ。